Il-114 Il-114 は、ロシアのイリューシン設計局が開発した60隻クラスの地域路線用のターボプロップ総発旅客機である。初飛行は1990年。Il-114 は、ソ連時代に開発されたAn-24 やIl-14 といった機体の後継機として位を置けられている。機体形状は、プロペラ機としては、一般的なものであり、低翼配置の主翼を持ち、通常形式の尾翼がある。一部に複合材を使用し軽量化が図られ、二重、隙間フラップの高揚力装置を有する。1980年代から開発が始められたが、ソ連邦末期の経済混乱の影響により、試作機の初飛行は1990年3月29日まで遅延した。1992年8月7日には量産型の飛行にも成功し、また西側のパリ航空ショーにも1991年に出品されていた。しかし、その後は1993年7月5日に量産2号機が墜落したことも含め、開発スピードは経済混乱のため緩慢になり、形式証明の交付を受けたのは1997年4月26日のことであり、営業路線に就航したのは1998年8月27日に、ウズベキスタン航空によってであった。Il-114 は、国際的分業体制で製造されており、設計と営業はロシア、主翼はルーマニア、尾部はブルガリア、その他の機体各部がポーランドなどである。また最終組み立ては、ウズベキスタンのタシュケントで行われている。操縦系統は、CRT 仕様のグラスコックピットを採用している。ありがとうございます。